皆さんこんにちは、アイちゃんです。最近話題になっているミッドジャーニーって知っていますか？ミッドジャーニーはテキストの説明文から画像を作成する独自の人工知能プログラムですが、画像のクオリティと使い方がやばいんです。このようにテキストを打って猫の写真を作れたり、ロゴを作れたり、イラストを実写に変えたり、 YouTube のアイコンを作ってくれたりします。今回はミッドジャーニーの使い方、プロンプトの書き方、チェットグプトを使ってより質の高い画像の作り方をご紹介したいと思います。このチャンネルでは AI に関する有益な情報を発信しますので、よかったらチャンネル登録お願いします。まず Discord のサイトに入ってください。ミッドジャーニーは Discord のチャット機能を使って画像を生成してくれます。なので、Discord のアカウントを最初に作らなければいけません。アカウントを作り終わったら、ミッドジャーニーウェブサイトに入ります。ジョインザベタのボタンをクリックします。ミッドジャーニーから招待が来ているので、承認します。ミッドジャーニーのアイコンをクリックします。白色の船のアイコンですね。いろんなグループがありますが、画像を生成するグループはこちらニュービーズと書いたグループです。新入りの意味なので、初心者の方がこのグループで画像を作っているんです。早速私も画像を作ってみようと思います。ハッシュタグを打ちます。そして英語でイマジンと入力します。すると自動的にプロンプトという英文字が追加されるので、プロンプトの後ろにスペースを押して英語で白猫を入力します。送信ボタンを送るとユーザー名の後ろに Warting to Start と書かれましたね。使うユーザーが多いと待ち時間が長いですが、だいたい30秒くらい待ちます。他のユーザーもグループ内で画像を生成するので、自分のスレッドは消えていきます。なので探さなければいけません。できました。こんな感じです。自分のスレッドを探す作業がめんどくさいので、このグループから離れ私のグループを作ります。まず自分のサーバーを作ります。次はミッドジャーニーのアイコンをクリックして Add to Server をクリックします。先ほど作った自分のサーバー名クリックします。テストで画像を作ってみます。大丈夫そうですね。画像を生成すると下に8つのボタンが出てきますが、4枚の中に好きな写真があれば U のアルファベットから始まるボタンをクリックします。もっとバリエーションが見たい場合は V から始まるアルファベットをクリックします。やってみますね。次はイラスト画像を実写に変える方法です。イラスト画像をドラッグ&ドロップして送信します。画像のリンクをコピーします。プロンプトにリンクを貼り付け、サーリアリスティック、ハンサムと打ちます。すると、4人のハンサムの男が出てきました。好きな画像を選択しましょう。プロンプトが苦手な方は、こちらのサイトを使うといいかもしれません。被写体を英語で書いて、表現方法を下から選ぶイメージですね。
複数選択可能です。選びすぎると全く別物が出てくるので、だいたい4つですね。生成されたプロンプトコピーしてチャットに貼り付けます。素敵です。次はチャット GPT を使う方法を紹介します。今回はおしゃれな AI のロゴを作りたいので、チャット GPT におしゃれな AI のロゴを連想する形容詞を教えてもらいましょう。次は英語に訳してもらって缶までつなげてもらいます。番号を取って横書きにしてもらいます。コピーしてチャットに貼り付けます。ちなみにプロンプトの後ろにミッドジャーニーのバージョンを入力すると違う画像が出てきます。バージョンの書き方はスペース -2 つアルファベット V スペース教えてから数字を打ちます。また画像のサイズは -2 つの後ろに横と縦の比を打ちます。正方形の場合は1:1、横長は16:9、縦長は9:16。画像の解像度もこんな感じで上げられます。ハイフンの後ろにアルファベット Q を書いて後ろに数字を打ちます。デフォルトは1で、2を打つと2倍、3を打つと3倍に大きくなります。はじめのうちは他人が作った画像からプロンプトを参考にするのもいいでしょう。プロンプトヒーローのサイトで美しい女性のプロンプトを探しましょう。気に入る写真がないので、プロンプトハンターというサイトに行きます。こちらの写真が良さそうですね。最後にミッドジャーニーを使った絵本の作り方を説明します。はじめに Kindle コミッククリエイターをダウンロードします。次にチャット GPT を使って絵本の台本を作ってもらいます。今回お化けが出てくる子供向けの絵本を作りたいので、チャット GPT にタイトルと逆本を書いてもらいましょう。タイトルの候補がもっと欲しいので10個考えてもらいます。次は各ページのストーリーを考えてもらいます。ページのストーリーを絵本っぽく書いてもらいます。脚本はこういう風にチャット GPT を使って書いてもらいます。次はキャラクターと背景の画像を作りますが、まずお化けのキャラクターを作りますね。ポイントはプロンプトに絵本と書くことです。怖いお化けが出てきました。次は子どものキャラクターを作ってもらいます。同じく絵本をプロンプトに入れます。最後に脚本の内容に合わせて背景を作ります。
次はキャラクターの背景をこちらのサイトで切り抜きます。簡単ですね。あとは画像編集ツールでキャラクターと背景、脚本をくっつけますが、ページのサイズは 800px×1280px なので間違えないでください。画像の容量は 50MB 以上だとエラーが出るので、容量はオーバーしないように気をつけましょう。最後に Kindle Comic Creator を開いて、先ほど作った画像ファイルを読み込みます。保存します。最後の最後に Kindle Previewer というソフトをダウンロードし、先ほど作ったページを Kindle でどう表示されているか確認することができます。簡単ですね。このようにミッドジャーニーを使うと、数時間かけて作っていたロゴや絵本を簡単に作ることができます。 Discord のアプリをスマホに入れるとスマホでも作れるので、とても便利です。大事なことを伝え忘れました。使うユーザーが多くなり、ミッドジャーニーは無料サービスをやめたそうです。月1000円でサブスク形式で使えるので、興味ある方はやってみてくださいね。今日も見てくださってありがとうございました。また、AI に関する有益な情報を発信しますので、よろしくお願いします。